100を切れる方と切れない方、その違いを今日は話しますか。ぜひですね、真実をお話ししますか。ぜひ最後まで聞いてください。皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田周平です。今日はね、100切れる人と切れない人、ここの違い、大きな違い、この真実をちょっと解説します。これを聞いた後と聞く前ではですね、100を切れない人とかですね、悩んでる方が全部こう解決しちゃう、そんな話をね、今までアマチュアの方を教えてきた実績からですね、データを基づいてちょっと解説していきたいなというふうに思います。で、何がね結論かっていうと、その100を切れるスイング、これを今ちょっとやっています。すべての要素を入れてね、ちょっとやってみますから見ててくださいね。これがね、100切れる人のスイング、まあ、まず何がっていうのはね、ちょっとまず言わないよ。もう一回やってみますよ。全部の要素を入れてます。切れる人のスイングね。これが切れる人ね。じゃあ今度切れない人ね、切れない人のスイング、ちょっとやってみますよ。あっていうね、まあ、なんとなくわかるかなっていうのはありますよね。はい、だからリラックスしてる感じ。ああ、そうね。つまりね、まあ、スタッフさん言ったのが、ね、力まないってことなんですよ。そんなことでいいのみたいなところなんですけど、まだ、ね、力むと本当にダメ。だから力まない方法っていうのを今日は理解すれば、力まないイコール100切れるってことね。力まないイコール90切れるっていう話で、まあ、70代とかになってくるともうちょっと違ってくるんだけれども、それだけで変わるんだったらやった方がいいよねって話なんですよね。だけどみんな力むんですよ。なんでかっていうと、力まない方法を知らないだけなんですよ。その方法を今日は3つ解説するので、そこをちょっとお話しする。ぜひねこれを聞いて、実践してみてほしい。1つ目動きながら打つ、2つ目軽いワッグルをする、そして3つ目フォワードプレス、この3つですね。この3つの要素を入れていくってことなんですよ。ちょっと専門用語が入ってきちゃうんだけれども、ちょっと1つずつ解説してと思います。1つ目、動きながら打つ。これはですね、足踏みしながら打ってみてください。いいですか。これ打つ前に僕に今さっきやった動き、こう足踏みしたの分かるね。で、足踏みすると、でゴルフクラブのこう全然関係ないんですよ。ゴルフクラブなんかどうだっていいの、動きは。足踏みしてて打っていくだけで、この足踏みができるかどうかが結構重要で、足踏みがしてなんでいいかっていうと、クラブを引っ張れるんですね、常にね。常に牽引して牽引する。で、こうするとリラックスできるということですね。皆さん、あのみんなね、あのお師匠さん分かるでしょ、こうやって。止まったら力むよね。絶対動くなんて言ったら力まない?力むね。動いていいって言ったら動くよね。そのリラックスできるんだけど、みんなできない。こう、ボール打つとこで。で、なんかこう、脊髄になっちゃうんですよ。もうダメ。だから動け。だけど、そんなこと言ったら、ここに当たんないじゃないかってね、方法あるんですよ。見ててね、ほら見て、ほらクラブは動いてないでしょ。だからクラブ動いてないんですよ。これがね結構難しいの、みんなできないの。ほらほらね、だからここを動かさないで自分を動かすってことができるように、こうやって足踏みしてください。そしたらこの足踏みのタイミングに合わせてこう打っていくと、それだけで打てるってことね。もう一回ですよ。こうやって、でこう、これだけで足踏みで打てると。めちゃめちゃ簡単ですね。はいはい。リラックスしてればできる。できるできる。できない場合は一緒に動いちゃう。力を抜いてやれば。グリップの力。うん、で、そうそうそう。で、こうやって、この時動いてないでしょ?
その後に動かすと打てるから。これずれ足を入れるんだよね。だからこうこうやったら上がるから、いきなり上げるとすると力みになっちゃうから、みんなこう一瞬その余白がないんだよね。こうこの余白また簡単に当たるから、この、足踏みを覚えてください。だからラウンド中にまず足踏みをするということ、これだけで変わってくるね。で2つ目いいですか、ワッグルです。でワッグルは打つ前の手のリラクゼーションになってくるので、あのグリップを柔らかくするためにまずやってください。こんな感じです。でこれ結構難しくて、実はグリップだけの問題じゃなくて、ここが動いてるのか、このマーク見てて、こう動いてるの分かる、向きが、胸がね。でこのこういう柔らかさが出てくるとこういうふうに打てるわけだから、こうこうやって固定したワッグルしないでほしいね。そうするとすっげー手に力入ってるんですよこれね。だからこれのワッグルダメ、こうやってこれすっげー力入るけど、これは力がいらないワッグルになるわけ。少し分かりやすくやると、めちゃめちゃ短く持つとこうこっちに倒れてるの分かるかな、グリップがこっちにストンストンって倒れてる感じ、ストンストン、こういうワッグルだね、柔らかく。でそれとさっきの足踏みとつなげていくと、ストンストンストンって、でいわゆるこれを柔らかく握った状態で握るんで、こうミルキングとかね、こう乳搾りみたいな、こう力の抜けるところと入れるところのこうタイミングを作るっていう、そういう、動きになります。こういう感じ。例えばこれ動かすなって言ったじゃない、はじめで、そこから動かさないところからこう、だからこうズレが生まれてくるから、まあ次の展開っていう話なので、動かさないとこは次はこうやってワッグルです。でここでワッグルをしてって、でそれから打つ練習してと、ここでワッグルになりますね。ここでワッグルになるからナチュラルにコックが出て使えて打てるということね。こんな感じですね。もう一回、とにかくもうリラックスですよ。もう一回、こんな感じで柔らかく、手の動きも柔らかく、握らないっていう、足踏みした。さあ3つ目なんだ、フォワードプレスですね。フォワードプレス、フォワードプレスっていうのはフォワードだから前側に一度プレスするんですよ。こう構えといて前に、こう最後反動を利用するんですよね。足踏みの利用をより利用するってことで、この左に体重かけたものを右に、左にかけたものを右にというね、これによってきっかけ作りをするわけ。だからもう バックスイングは力まないってことね。いきなり上げをするから力むわけで、少しこう反動を使うっていうことになるわけ。でもこう、でもね、こうやって構えたところからなんか難しいよっていう人が多いんで、まずどういう練習したらいいかというと、まずは僕がいつも言っている連続素振りなんですよ。これを先にやってください。フォローからバック、これをやるの。そうするとフォローの勢いで上げれますよね。簡単なんですよ、そしたら上がるから。でこうやって打てば、で これでまず連続素振りをやって、力まない感覚を覚える。でもこの人は打てないよって話ですよね。じゃあ次に、こういう練習、フォローする、1回だけフォローを出してからバックスイング、これだけ、フォローバックフォローっていう感じで、これを繰り返してやってください。それとリズムが1、2の3って、こういうね、1、2の3っていうふうになると、じゃあここで1回1、2の3、打てる人は打ってください。打たなくてもいいです、素振りしてください。それができたら最後に1、2の1を1出さないでください、ヘッドね、出す
動きと出さない動きっていう風にしていくんだよね。失礼しました。出さないで体だけ足踏みして打っていくと。でこれ今さっき一番初めにお話ししましたけど、クラブ動かさないで足踏みとつながるでしょ。要するにこれ足踏みしてできない人はフォローして踏み込もうとすると全部出ちゃうから、踏み込んでも動かさないで打っていくと。ここまでが、できてくると、力まないで打てるんですね。はい。だからどうしてもこうフォロースルーのところでスタート止めたところから開ける方でバックスイングするともう力むから、開ける方じゃなくて下ろす方っていうこっち側ですね、フォワード方向に力入れて、あとは勝手にオートマチックね、一回こっち踏んでからこっち行くって、こっちにいきなり行こう行こう行こうと思うと力むから、こっち行ってからこっちっていう風にすると力まないでこっち行ってから打っていくっていう風にするとめちゃめちゃ楽なんだということで、これができてくると、この3つのね、なんかまあできてくると、なんか1個でもできてくると徐々に改善されて100を切れるようなリラックスゴルファーになれるということなんですね。で皆さんでも力んでるでしょ皆さんね。だからそこの皆さんねやっていることをちょこっと改善してみてください、ね、そこちょっと、3つですよ。もう一回言いますよ。足踏みしてワッグルしてフォワードプレスの3つだけだから、この3つちょっとやってみてください、ね、練習場でこういう感じだから、こっからやるのすぐこういつもみんなね打ってバンバンってやるから、外してこっから素振りをするとか、もう絶対1回も止めないの、体の動きを止めないでこうやってやって、で足踏みしてこう打っていくってことですよね。ルーティン化する、そう。ちょっとそこを踏まえてちょっともう一回解説してみますよ、まずは足踏み、クラブ動かさない、そこからワッグルにつなげ、そして最後クラブを、フォロースルーからフォワードプレスで前に出してから打っていく。これだけで力まないで、なんかこうご飯を食べるかのように、会話してるかのようにいきますよってこう打てちゃうんで、喋りながらも打てるでしょ。これ本当力まないでも同じだけのパフォーマンスは出せるということなんで、はい、この感じでですね、100切りもしくは90切りまでできちゃうね。切れる人と切れない人の差、特徴、そういうところちょっと今日話したんで、ぜひですね、自分がそっち側の人間ならそっち側になれるように練習してみてください。めちゃめちゃ効果があると思います。ということで、このチャンネルでは私のレッスンの方をね毎日公開してるんで、ぜひぜひぜひともチャンネル登録、あとこのレッスンに対してのコメント、感想を聞かせてください。あと高評価もよろしくお願いします。あとオンラインサロンではこういうレッスンを、直でですね直接やってますんで、困った人ねぜひぜひ僕に頼ってみてください。僕最後までサポートします。では今日はこのようになります。さよなら、バイバイ。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。